セイバルバラ教会は、ポーランド・ワルシャーのシルドミエシチェ地区に位置するカトリック教会。教会の起源は1781年にまで遡り、これはもともとシフェントクシスキ墓地に建てられた小さな礼拝堂であった。1866年、礼拝堂は教区教会へと変更された。19世紀後半、この教会の周辺は急速に発展したが、 ワルシャワの中央部にあるにもかかわらず、この小さな教会の収容人数は200人ほどしかなかった。新しい教会が強く必要とされたため、1880年に新しく教会が建設された。この教会は1883年7月に、ヴィンセンティ・ポピエル・ヒロツカサ教により性別された。これにより、収容人数は3000人へと拡張された。 第二次世界大戦が始まると、この境界に置かれていた弾薬が爆発したために被害を受けた。1944年には、ワルシャワ放棄による激しい戦闘の目撃者となった。放棄が鎮圧されると、ナチ当局は聖職者と神徒を追放し、建物を爆破した。損壊は激しく、基礎と地下室だけが残された。1946年から、 教会は徐々に再建され始めた。1957年に再建の最終工程が完了し、ステファン・ビシンスキー数奇教によって性別された。教会の外観は戦前のものに似せて作られたが、内装は異なる。ありがとうございます。